無言がびっくりニュースフォーカス。はい、こちらの動画は1月16日から22日までの1週間のオトスポーツウェブのアクセスランキング上位5位とピックアップニュースをお知らせするコーナーです。なんで視界に入ってくる平野さんがちょっと笑ってるんですか？いや、めっちゃ見てるな。あ、カンペですか？はい、ひどいものだと思いながら。そんなこと見てないです。一瞬でパッて見て、でもうスラッと言うっていうのがやっぱプロフェッショナルじゃないですかね。あ、忘れちゃうんですよね。まあそんなことはどうでもいいんですよ。はい、自主性。それでは行きたいと思います。むちゃくちゃな感じになりますね。いや、いいです。自主性出してください。いい、自主性、はい、自主します。はい、自主性、はい、意味が違う。じゃあ、まず第5位から。はい。はい、第5位が。ホンダ GP2 に日本人ドライバーのシートを確保かです。はい。はい、2015年から、ちょっと振っては、振ってはらんないわけですよ。2015年から、ホンダが F1 に復帰することになりますが、はい、それに向けてですね、F1 の下の GP2 に日本人ドライバーを一人振り込むらしいぞと。登竜門ですね。そうですよ。ね、うん、候補は3人いるらしいぞと。うん。うん。うん、まあ、決まったという噂も何にしもあらずですね。うん、うん、それについてどう思いますか？そう、そこを、うん、っていう感じですね。そうですね。おー、おー、ってまあ、候補の人たち、結構この動画を見てくれてるっぽい感じもするので、あんまり深く言うのはやめときます。そうですね、はい、次行きますか。はい、次お願いします。第4位がマクラーレンに緊急事態です。緊急、うん、大岡さんは焦らなくていいんですよ。緊急事態とは言える。はい、はい、うん、クラッシュテストというのが、車を作るときにはありまして、はい、作ったモノコックをボカーンってぶつけて、うん、ぶっ壊してみるんですけど、それにマクラーレンが通らなかったぞっていう緊急事態が発生いたしまして、まあ通ったらしいっていう話も聞きますけど。あ、そうなのですね、はい、っていう話です。なるほど。続いて、はい、第3位が今季日産 GT500 のドライバーは大シャッフルかです。大シャッフルのようですね。どうやらそのようですね。うん、まあ、詳しくはオートスポーツウェブかオートスポーツ本誌をご覧ください。見ちゃってますね、結構ね。はい、私なんかオートスポーツウェブは写真とかも載っちゃってますもんね。写真セパンでの。ああ、そうですね、ね、はい、載っちゃってますか。載っちゃってますね、うん、バラしちゃってますね。バラしちゃってます。まあ、松田継夫選手も言ってましたが、セパンの様子を見れば分かっちゃうそうですよ、ね、ことなので、大体まあテストで全部ね、うん、バレちゃいますもんね。はい、はい、まあ、ここからまた変わるかもしれないですけどね。いやー、まあ、考えづらいですけどね。はい、はい、続いて、はい、第2位が石石落ちちゃった。石イタリア紙。イタリア紙でお願いします。いいですか？何のことかと思うよね、見てる人。石って連呼してさ、何って思うよね。ビビりますね。ビビりますね。すいません、はい、イタリア紙。イタリア紙、はい、でも自分で自分から答えを見つけることができて よかったです。よかったですじゃあ受けすぎ、積もってる人、積もってる人が取ります。はい、第2位が石じゃなくてイタリア紙。わざとイタリア紙。ちょっと待って、今答え言っちゃった。イタリア紙、はい、はい、
カムイのケータハム入りほぼ決定と報じる。はい、はい、イのアウトスプリントという雑誌がありまして、はい、イのイのまあイタリアのなんですけど、あ、いいですね、はい、雑誌がありまして、そこのサイトがですね、はい、カムイさんケータハム決まりみたいじゃないですか、うんうん、っていうの先にちょろっと出しちゃった感じです。まあその段階では我々も外やそうらしいっていう情報は入ってたんですけども、まあ、ちょっと契約はしっかりするまでなるべくしっかりしたソースでお届けしようという感じで思ってたんでそうなりました。はい、はい、じゃあ第1位をどうぞ。はい、第1位がカムイ F1 復帰決定、ケータハム加入を正式発表です。はい、はい、ついに決まりましたね。すごいですね。すごくないですか。いや、すごいですよ。すごいですよね、はい、うん、いや安心されたファンはいっぱいいると思いますね。はじめの方のストーブリーグではだって名前も上がってなかった。まあそうですね、ね、それを考えるとすごいですね。良、はい、かったですね。うん、はい、オートスポーツウェブではですね、はい、F1 速報編集部員が、うん、リーフィールドの発表会の場に行ってまして、うん、実はへでそこと連携を取りながらですね、はい、一応日本最速でお届けすることができましたので、うんうんうん、そのリーフィールドのその会見の写真をパッと写真も送ってくれたので、はい、それも掲載できましたので、うんうん、皆さんにはお楽しみいただけたのではないかなと思います。まあ、よそ様のサイトはね、完全に寝耳に水だったっぽくて。あ、そうなのですね。はい、あ、みたいな時もありましたけど。なるほど。うん、まあ、まあ、勝ったから。そんなバトルがあるんですね。あります、あります。必死ですよ、我々。そうなんですね。知らなかったです。はい、うん、まあ、その発表会の場所の写真が、もうパッと撮れたのもうちだけ。まあ、よそ様はね、まあいいや。毒が出ちゃう。怖いです。毒まみれになってしまう。ああ、やばいですね。はい。じゃあピックアップニュース。はい、ピックアップニュースが20日からスーパー GT セパンテスト7台が参加へです。はい。はい、始まりました、スーパー GT のセパンテストです。はい、まあ GT500 の車が5台、うん、GT300 が1台。はい、ちょっとうちも乗っからせてよっていう地元のアウディが1台走ってまして、先ほどセパンに行っていた、はい、本誌編集部員が戻ってきましたが、はい、まあ、僕が12月にセパンに行った時もそうだったんですけど、うん、新 GT500 はまだちょっとピットにいる時間が長かったりもするんです。うーん、で、まあ、コースサイドでこう待ってる時に、うん、なんかあんまり来ねえぞみたいな時間があって、うん、もう来た来たって思ったら、はい、またアウディかみたいな、また GTR かみたいな、いうこともあったみたいですよ。12月はもっと辛かったですからね。合計3台しかいなかったんで、はい、あの新 GT500 を取りたいんだけど、来てみたら、あ、HSV。ああ、なるほど。32号車だったそうですよね、はい。まあ、写真の練習も彼氏さんで全然良かったんですけど。あ、そうなんですね。バレちゃうね、うん、なんてことを考えながら取材してました。うん、なんかホンダだけ暑いところでテストしてないんで、はい、本番なんかちょっと壊れないか心配って言ってました。誰が。ホンダの運転手さんが。某運転手さん、某運転さんがなんかホンダ、はい、あ、はい、うん、まあ、詳しいセパンのテスト情報は、うん、時効のオートスポーツで掲載される予定なので、はい、お楽しみに。お楽しみに、はい、というところでございます、はい。なんかホンダだけスケジュールがね、テストちょっと違いますね。違いますね、はい、うん、まあ、いろいろ事情あるんでしょうが、うんうんうん、はい、という感じです。はい、以上です。自主性ありました。あんまいつもと変わらなかったです。変わらないですね。そのポッチもこれポッチもどうしたんでしょう。まあ、意思をこう自分で読もうとしたところに自主性を感じましたけど、あ、まあ、一つ、まあ、少しずつ頑張っていきます。その意思を連呼するのだけはやめてほしいですね。あ、そうですか、はい、
でもこれを、はい、今週は以上です。はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。こう意思こう、こう合ってるんですか、こう意思まとめた。